皆さん、こんにちは。ドラケーバサロン、アキラです。今週はですね、中京で東海ステークス、そして中山で AJCC、アメリカジョッキークラブカップ、ということになります。今日土曜日のメインレースが終わりましたので、メインレースの流れっていうんですかね、考えていたサインがどのように移っていくのかなと、考えているところをおしゃべりしてみたいなと思います。昨年とのちょっと関係を見てみたいなと思うんですが、中京の愛知杯が、先週の土曜日に行われまして、昨年1着のマジックキャッスルがルビーカサブランカの横に入りました。そして、その隣の枠のマリア・エレーナが2着となりました。そして、ルメール騎手と坂井騎手は、昨年5番と7番に入っていて、今回2番と4番で、坂井騎手とルメール騎手の間隔が同じになっていました。そして、和田騎手、池添騎手が8枠に、あよいじゅの1番目と16番目の騎手が8枠にすっぽり入りまして、隣枠の1枠が来ました。これが愛知杯の結果になっています。次、日経新春杯だったんですが、池添騎手と川田騎手が昨年7離れていまして、また今回、川田騎手と池添騎手は7離れて間隔が同じで、勝った騎手は川田騎手の方。川田騎手のヨーホーレックが連対をしました。昨年の連対馬はいませんでしたが、ミス・マンマ・ミーヤ、そして昇竜行くぞという1着2着の馬名が、ステラヴェローチェの隣の馬、マイネル・ウィルトス、マス・スマですね。そして、ウィっていう文字が入っています。で、湘南バルディの湘が、昇竜行くぞの湘ということで、ヨーホーレイクの隣に入っていたのがわかります。そして、秋山騎手、和田騎手が12番、13番に入っていまして、1番目と、そして最後の騎手順ですね。それの隣の枠の5枠が来ています。秋山騎手の隣の枠ですね。そして、ロードマイウェイっていう一番最後の馬。そして、アフリカンゴールドという一番の馬。ここから、アフリカンゴールドから4、ロードマイウェイから2っていうのがステラヴェローチェになっていました。これをちょっとまた見ていただきます。次も今日土曜日ですね。今日土曜日、長篠ステークスっていうのが土曜日のメインだったんですが、和田騎手と武豊騎手と松山騎手っていうのが昨年の長篠ステークスの13重四十五にいることがわかります。今回和田騎手が人気になっていたワールドバローズなんですが、隣に武豊騎手、そして隣に松山騎手。この3人が並んだところが345でした。まあ、和田騎手が一応勝ったんですが、池添騎手と昨年池添騎手ですね、和田騎手。それの隣の馬番っていうんですか、隣の枠。今回もその7枠に川島慎二騎手が相打ちの1番目でした。これの隣の枠が来ています。そういう意味でですね、このグッドマックスっていうのは昨年の3着馬なんですが、ケルティックソード、つくっていう文字がソウルトレインの横に入って、エルカスティージョとソウルトレインが2着3着と隣がなっています。これをちょっと踏まえましてですね、今週のその東海ステークスをこうどう見るかということを考えてみたいなと思います。まず一番初めにね、パッと見て、また池添騎手と和田騎手が4枠に入りました。あよいじゅの1番目と最後の騎手が4枠に入りました。この隣の枠に買い目がないのかなというのが1番目。そして、オーベルニュっていう馬が昨年の1着馬なんですが、同枠の6枠11番、同じ11番、6枠11番に入りました。そして、グレートタイムっていう馬が1枠、同枠、今回は2番なんですが、
また1枠に入りました。この同枠に入った馬がグレートタイムとオーベルニュになります。このどちらかが連帯するんじゃないのかなと、そんな風に思っています。そしてですね、リュードバンっていう馬なんですが、お話ししていた東海ステークスのトーという馬名を持った馬、昨年は7枠の13番に入っていまして、隣の馬がアナザートゥルス、そしてその隣枠がオーベルニュでした。このデュードバンの隣の枠、1枠3枠が私の今回の狙い目となっています。オーベルニュはね、もう一番人気になると思いますので、抑えにするとしても、この宮地国王とグレートタイムに妙味を感じています。それはなぜかというと、この岩田騎手と武豊騎手のこの入り方を見ていただきたいなと思うんですね。昨年2番の岩田騎手がまた今年も2番。そして6番、昨年のインティで武豊騎手が6番に乗っていたんですが、今年も6番。騎手的にこの今、中京のメインは昨年のレースとこう同じ感覚になっている騎手が連帯を続けています。そういう意味で、グレートタイムと宮地国王に乗っている岩田騎手と、武豊騎手に買い目があるんじゃないのかなと思います。そういうふうに見てみますと、早やっこっていう馬が、昨年オーベルニュの横にいます。そしてデュードバンが4番にいます。このデュードバンと早やっこの位置を見ると、宮地国王が一番よく見えます。宮地国王は来てもいいんじゃないのかなと。また池添騎手と和田騎手の隣の枠で、リュード番の隣の枠で、早やっこの隣の馬番。この宮地国王、武豊騎手、最後の宮地国王というのが、あゆう順で一番最後の馬順になります。今、中京のメインレースの中で、アイオライト1番、宮地国王16番目となるんですが、ここから4つ離れたところが今連帯を続けています。ちょっと出しませんが、このアイオライトから4つ目、宮地国王から4つ目、この2、3番、6番の関係ですね。ここが面白いんじゃないのかなと。宮地国王にも1票を入れたいなと思っています。人気薄ですけどね。そして、あとはグレートタイムと宮地国王の取り捨てになっているんじゃないのかなと。もしも宮地国王が来ないときは、デュード番の隣の枠、アイオライトの隣の馬番、4隣じゃなしに隣の馬番として、隣の枠として、グレートタイム。グレートタイムとオーベルニュは、どちらかなのかなと。オーベルニュがもしも飛ぶ場合は、人気を背負って飛ぶ場合は、このグレートタイムが穴を開けるんじゃないのかなと。そう思います。この岩田騎手と武豊騎手のこの入り方、そして松山騎手、リュード番、昨年の2着の騎手が入った2枠の隣の枠ですね。1枠3枠に妙味を感じています。2番から行こうかなと、それから宮地国王から6番から行こうかなと、まずはまあオーベルにつけて21、61からの馬券を買ってみたいなと。オーベルニュがもしも飛んだ時の後輩とは、この2番、6番が穴を開けるんじゃないのかなと。どういうふうに買うのかはちょっとまだ考えていませんが、頭文字が並んだところは、ケンシロウとゲンパチルシファーのとこですね。KK ですね。そしてサンライズホープ、プリティチャンスのとこがフーフー。そしてプリティチャンスの数とスマッシャーの数が並んでいます。この外側ですよね。KK の外側でしたら、オーベルニュ。プリティチャンス、スマッシャー、スースーの隣でしたら、サンライズホープ、グレートタイム。こう、並んだところの5枠、8枠はどうなんでしょう？今回、当たりになるのでしょうか？今まで、こう、頭文字が並んだ枠があれば、そこの枠が5枠と8枠ですよね。この8枠、5枠と8枠がもしも連帯するならば、グレートタイムから5枠8枠へ、そして宮地国王から5枠8枠っていうのが穴狙いになるんじゃないでしょうか。
オーベルニュの隣のですね、オーベルニュの入り方ですよね。この昨年との6枠11番。そして昨年の連対馬が入った枠は要注意っていうのが今ちょっと続いているんですが、このグレートタイムがもしも穴を開けるならオーベルニュはいらないのかなと、そんな風に取り捨てをする方がいいんじゃないのかなと思います。ですのでね、2番、6番からの3連複の狙い方とかいうのが穴狙いになるんじゃないでしょうか。このグレートタイムと宮地国王、岩田騎手と武豊騎手のこの2番、6番というのが面白いんじゃないのかなと、そんな風に今思っています。まあ、どれが正解なのかね、どうわかりませんが、はい、こんな風に考えています。これ中京ですね。次はですね、中山のレースなんですが、今日の土曜日の初富士ステークスの終わり方が少し、面白いので、このお話をしてみたいなと思います。パラダイスリーフっていうのがもう断然の一番人気で、来てもいいのかなと思っていたんですが、この横にあるミス・ミルドレッド、ロード・トゥ・フェイム、このお尻文字のね、トートムーっていうのが、京成杯と同じ馬番でトートムーになってるんですね。京成杯では何も関係ないんですが、この次のレースとして今日土曜日が行われました。この横のパラダイスフリーリーフが2着になったんですが、その前の土曜日ですよね。先週の土曜日はカーバンクルステークスでした。このカーバンクルステークスの3番、4番のお尻文字もトートムーになってるんですね。一段ずれているんですね。トームー、トームー、トームーなんです。これがですね、何を意味をするのかなと。そういうふうに考えて、次の、今日ですよね、AJCC、アメリカジョッキークラーズカップの、頭文字、尻文字を見てみますと、まずは、初富士ステークスから同じ並びになってるのは、大西門ストールからタンビュライトのタ、ウィナーポイントのト、アンティシペイトのト、ラストドラフトのラ、そしてウェルネビュラのラ、タ、トーラーの並びですよね。このタ、トーラ、まあ、トラ年っていうことでもあって、トートラーの横の黄色レースでもいいのかなと。ラストドラフトは昨年の3着馬です。このタートーラーの並びですよね。そして、先週の日曜日から見るならば、富士政フリーダムですね。昨年の京成杯、ごめんなさい。先週の京成杯の富士政フリーダム、ベールランスのこのフーとウーなんですが、同じ段に、キャッスルトップ、クレッシェンドラブが入りました。フーとウーですね。その隣の朝間のいたずら。ここが面白いんじゃないのかなと思います。そして、あゆいじゅんの一番目、最後でしたよね。お話をしていた、この前回お話をしていた7番目。そして、G3 では6番目。という考え方で、あゆうじの1番の馬から6、7。そして最後の馬順の馬から6、7っていうのを見てみようと思っていました。今日もですね、初富士ステークスはウィナーポイントっていう馬から7隣がパラダイスリーフですね。そしてウィナーポイントから反対に考えて7、8、9、10、11、1と考えると6隣になるんです。そして土曜日ですので、中山の土曜日は3つ目っていうのもありましたので、ロードトゥーフェイムから3つ目がパラダイスリーフになりました。すべてを持っているのがパラダイスリーフでした。今日はですね、アメリカ JCC は、あゆじの1番目は、朝間のいたずらです。そして一番最後の馬は、ラストドラフトです。これがまた7つ離れて入りました。10、11、12、13、14、1、2ですね。ここ7馬番離れたところに、朝間のいたずらとラストドラフトが入っています。今、6と7をつけてみましたが、7番目になるのは2番、4番、8番、10番です。
そして6隣になるのは1番、5番、7番、11番となります。ここでオーソクレースは6馬番目になりますよね。浅間のいたずらから6馬番目。この相手として、この浅間のいたずらとラストドラフトが買い目になるんじゃないのかなと。浅間のいたずらの方が面白いのかなと思っています。もうだから2番の浅間のいたずらとオーソクレースから馬券は買ってみようかなと思っています。この浅間のいたずらについてもうちょっと考えてみたいんですが、初富士ステークスでレッドライデンっていう馬が1着。そしてパラダイスリーフっていう馬が2着。これが京成杯から1段ずれて同じ文字が入っているところでした。テンダンス、ナリノモンターニュ、タンっていう文字ですね。一番違い。サンストックトン、トッツトという文字がレッドライデンに当たります。心を持っているところがレッドライデンで、隣の馬がパラダイスリーフでした。そして先週の土曜日から見てみても、レッドライデンはマイネルゼロ T、 3着馬ですね。カーバンクルの3着馬から1段違い。そしてパラダイスリーフの台は大新バンカルから台が1段違い。この11番と1番、パラダイスリーフとレッドライデンには、この一番違いの馬名が京成杯からもカーバンクルからもあったということなんですね。そう思うと、今回ですね、アメリカ JCC ではどうなっているのかというと、ラストドラフトのトラはレッドライデンのトラ。横にボートニー、ボッケリーニのボートニー、ナリノモンターニュのボートニーが入ってますよね。90、90が一段違いで同じ文字を持っています。そして浅間のいたずら、いたっていうのが、パラダイスフリーフからいた、一段ずれてますよね。そしてミス・ミルドレッド、キャッスルトップ、ツトという文字が一段ずれています。ここで初富士ステークスとアメリカ JCC を比べると、浅間のいたずらにもラストドラフトにも一段違いで同じ文字が入っています。隣にも同じ文字があります。ここが買い目になるんじゃないのかなと。そして外側という意味ではオーソクレースがいいんじゃないのかと。オーソクレースの相手としてラストドラフトと浅間のいたずら、どちらかが連帯をするんじゃないのかなと。ラストドラフトは昨年の3着馬としての意味がありますので、オーソクレースを隣で教える。浅間のいたずらは、また別の意味で、京成杯の3番に、藤正フリーダムっていう馬が3番に入っています。このマサ、サマっていうのも、ここから、3番から2番ですね。同じ文字を持っています。この2番の浅間のいたずらの方が買いやすいのかなと。ですので2番、11番という馬番でアメリカ JCC は買ってみたいなと思っています。昨年との関係を見てみますと、オーソクレースの横にはソッサスプレイという馬が入っています。昨年のベルトライゼンテの横にいたソッサスプレイという馬が今年も出てきて7枠の12番にいます。このオーソクレース人気なんでしょうが、このラストドラフトっていうのが6枠10番に入っています。これがラストドラフトが昨年の3着馬ですね。これが6枠の10番。そしてソッサスプレイが7枠の12番。オーソクレースを挟むような形で、昨年の連対馬、そして連対馬の横にいた馬が入っています。もう人気でもオーソクレースでいいんじゃないのかなと思います。このオーソクレースの相手として、ラストドラフトと浅間のいたずらを選びたいなと思っています。もしもオーソクレースが来ないときは、エヒと北村騎手とルメール騎手の関係、7隣になっているんですが、中山、連帯騎手のサインとして、土曜日の連帯騎手から7、そしてまた次のレースから7隣っていうのがあるんですが、今日北村騎手とルメール騎手が連帯をしています。ということは、この
5、6、7、8、9、10、11、7隣になるどちらか、エヒトなのか、オーソクレースなのかという形で、考えています。オーソクレースの方を買うので、エヒトはちょっと買わないかもしれません。ということで、アサマのいたずら対オーソクレース、ラストドラフト対オーソクレースの馬番を買ってみたいなと思います。こんな感じでアメリカジョッキーは考えています。もう、こちらじゃなしに私はやっぱり年季薄になりそうな、中京の方ですね。東海ステークスの方が面白いのかなと、荒れそうな感じがします。オーベルニュを、まあ、半分信用して、半分信用しないときに、相手をするには、グレートタイムが人気薄で来てもいいのかなと。グレートタイム中心の、昨年1枠から、また今年も1枠。この2つ、1枠か6枠か、どちらかに買い目が出て、騎手的にも岩田騎手と武豊騎手の関係になっているので、グレートタイム中心の馬券でも面白いのかなと思っています。もう大穴でしたらね、2番、6番、両方来る。宮地国王も、グレートタイムも両方来るパターン。オーベルニュが飛んでしまうパターンが一番の馬券、大穴の馬券になるのかなと、そんな風に思っています。まあ、どうしようかなと今悩んでいるんですが、1枠2番のグレートタイムから行くのか、3枠6番の宮地国王から行くのか、またこの4枠の池添騎手と和田騎手がね、すっぽり入っている、その4枠の隣ですよね。なかなか、原八ルシファーまで、どうなんでしょうね。ケンシルコー。この K と K の並びですよね。今まででしたらこの5枠、そして8枠狙っているんですが、どうも見た感じ、もう狙えないのかなと、違うのかなと、そんな風に感じています。それでしたら、数のね、隣、プリティチャンスの数と、スマッシャーの数の隣、数の隣で、オーベルニュと同じことですよね。K と K の外側。この外側が、どちらかのあたりになるのかなと。デュード版の隣の枠。東海ステークスの頭を持ったデュード版。昨年の7枠の入り方と今年も同じになるんじゃないのかなと思っています。もういろんなことをね、考えています。前回の、買収を行われているメイン債のお話をした時にも、どれをお話ししたらいいのかなというのが悩みがあったんですが、もうどれを使ってるんだと、どこも何もそんなことを言ってなかったじゃないのかっていうおっしゃる方もおられると思うんですが、いろんなね、考え方がありますので、自分なりにどこを使ってどう考えるのかっていうのはもう何通りもあると思うんですね。ですので、正解はどれだ、これが正解じゃないのかっていうのは、もう終わってみないとね、わからないっていう感じです。信用する、どれを信用するのかっていうことですよね。それは自分の中で決めて、ここを買おうかなと。岩田騎手と武豊騎手の並びがいいので、この2番と6番どちらかを信用しようかなっていう感じですね、私は今回。そんな風に思っています。宮地国王なら結構配当がいいのでね。グレートタイムはまだ何番に、4、5番人気なんですかね。はい。そんな感じで、考えています。何を言ってるんだろう、全然わからないよというおっしゃる方もね、中にはおられると思います。一つずつ噛み砕いてお話しすればいいんですが、あまりにも考えてるサインが多すぎましてですね、どういうふうに説明しようかなと、自分なりにも頭の中でこれと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 こういうふうに考えてるんですが、まあ、いざね、お話をしていく時になると、なかなか伝えにくいもんですよね。全然何を言ってるのかわからないよと、おっしゃる方もおられると思います。もう申し訳ないんですが、ご自身でご理解してください。もうこればっかりは、もうね、一つずつ噛み砕いていってると、1時間、2時間番組になっちゃいますのでね。
これでももう、駆け足で、パパパパッとこう、ね、お話をしているんですが、まあ、こんなことを考えているよと、軽く皆さん見ていただければ、それでいいのかなと思います。はい。皆さんもね、ご自身で、こう、いろんなものを見つけてですね、楽しまれたら、サイン読みの競馬も面白いんじゃないでしょうか。はい。まあ、強い弱いっていうのはもうね、新聞に書いてありますので、戦績も書いてありますのでね。はい。まあ、そういうのも加味しながら、競馬を楽しめればいいんじゃないのかなと思います。はい。いかがだったでしょうか。わからないっていうご意見、なんぼでも書いていただけても結構です。もうこれ以上のことはできませんのでね。はい。ありがとうございました。それでは今週も頑張りましょう。ファイト。はい。ありがとうございました。